1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。3月11日、パンダの日。1869年3月11日、中国四川省でフランス人神父アルマン・ダビドが白と黒のまだら模様の奇妙な熊の毛皮を見せられたそうです。このことが西洋諸国にジャイアントパンダが知られるきっかけになったとされていることにちなんで制定された記念日なのだそうですが、3月11日をパンダ発見の日としているのは日本だけで、学術的な正確性は一切ないとのことです。ちなみにパンダの生物学的発見自体はレッサーパンダの方が先で、本来はパンダという言葉はレッサーパンダを意味するものだそうです。そのため新たに発見されたこのパンダはたまたま体格が大きかったためジャイアントパンダと呼び分けられています。ですが動物園などでジャイアントパンダが飼われるケースが増え、世界的に人気が浸透していくにつれて、パンダといえば今日では一般的にジャイアントパンダを指す解釈がなされているそうです。東日本大震災が発生。2011年3月11日、午後2時46分、東北地方太平洋沖を震源地としたマグニチュード 9.0 という気象庁の観測史上最大級の地震、東日本大震災が発生しました。マグニチュード 9.0 規模の地震は1900年代以降記録されている中でも世界で4番目に大きい規模の大災害で、岩手県、宮城県、福島県を含む東太平洋側一帯では高さ10メートル以上とも言われる津波が町を襲い、死者・行方不明者数は2万5000人を超え、戦後最悪の大災害となりました。また地震と津波による影響で東京電力福島第一原子力発電所でも事故が発生、被爆の影響が懸念され指定区域からの長期避難勧告が出されるなど、二次・三次的災害も含め未曾有の大惨事となり、その被害は計り知れないものとなりました。東日本大震災で多くの命が失われた3月11日は、命の尊さ、命の大切さを尊ぶために命の日として制定されています。震災で学んだことを風化させないために、いつ起こるかわからない災害に備えるために、各々が災害時の避難経路や所持品などをしっかりと考えることが提唱されています。また例年3月11日には政府や行政機関を中心に弔いの旗が掲げられ、犠牲者への祈りが捧げられています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。